上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマートコレクションで釜付き鮭そばを食べたいです。鮭そばは昔食べた記憶があるのですが、結構硬かった気がするんです。ってことはこれも硬いのかな、ちょっと不安ですけど。それでは中身はこんな感じになってます。ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。うまみと塩気がかなり効いた鮭でした。思ったほど硬くなくて、しっかり食べることができまして美味しかったですね。ただ皮を剥がしてると書いてあるのですが、別に剥がさなくても普通に食べられますし、皮のためにも書いてあるので、何のために剥がすのかなってちょっと疑問になりましたね。鮭の皮って普通基本的に剥がすものなのかな。自分は剥がさないんですけど、その間にも疑問はありますの話ではありませんね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の天国でお会いしましょう。